それでも弟を誇ってくれるっていうのが煉獄さんのすごい優しいところでいいところなんだよな。出た。おーおー、派手派手だ。アニメリアクターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのは鬼滅の刃遊郭編第1話見ていこうと思います。はい、というわけでやってまいりました。鬼滅の刃遊郭編ということでね、はい、まあ無限列車編が続いて12月についに放送ということで見ていこうと思います。いや意外と早かったっすね。なんか10月の段階ではうわ12月長ーと思ったけど、あっという間に来てしまいましたので本当に楽しんでいこうかなというふうに思いますね。はい、というわけで、まあ、やっていこうと思うんですけど、改めて注意としまして、僕一応原作既読なので、ネタバレありでリアクションしていきます。はい、なので、原作をまだ読んでないよとか、アニメだけで追ってるよっていう方は、ぜひとも注意してください。はい、まあ、ガンガンネタバレしていくと思うんで、牛太郎とか、牛太郎とか、まあ、そんな感じでね、やっていこうと思いますので、ぜひともね、他の、初見のとこで、なんか原作のコメントができないよっていう方は、このチャンネルのコメントで、なんか色々と原作の話をしていただけたらなというふうに思います。なんかみんなのね、推しキャラとかもね、全然熱く語って構いませんので、原作税向けリアクションということでやっていこうと思います。それでは見ていきましょう。鬼滅の刃遊郭編第1話、よーいアクション。それでは見ていきましょう。よーいスタート。さてさあ、一応プライムビデオで見てます。 D アニメスターだと分割されちゃってるので、一気に見るためにプライムビデオにしておりますので、よろしくお願いします。さあ、赤座と。うわ、やばいな。あ、これあれか。炭治郎視点か。こういう風に見えてんだろうな。やっぱり。煉獄視点だとついていけてるけど、みたいな。もう煉獄さん。俺の責務を全うする。かっこいいよな。それを成し遂げるところがかっこいいよね。でも本当に。奥義。奥義っていう概念って他の方でもあったっけ？炎の呼吸だけかな。うわー、ここやばいよな。ここで、うわー、心を燃やせ。アニプレクシエーション&U4 テーブルプレゼンツプレゼンツ U4 テーブルプロダクション OK。 さあ、無限列車編の後からスタートしていくわけで、どこまでやるんだろうな、これ遊郭入るぐらいまで。もう落胆の一途だよな。この伊之助の被り物からもこぼれるほど大きな涙をこぼしてるっていうのはいいよね。誰よりも泣いてるのかもしれない、本当に。さあ、これは、千寿郎くんだっけ？
あれ、父親が進次郎だっけ？ちょっと、記憶が、僕ちょっと頭が弱いわ、ピーナッツなので。すいません。スカスカなので、脳みそが。あー、知らせを受けたと。かぐや様。どう？検討したっていうことを知ったのかな？うん。おお、オープニングだ！わーおー！あ、オープニングじゃない？オープニングないパターンですか、これは。これは遊郭の中の話かな。もう遊郭編のダキがマジで好きなんだよな。なんか。こんな見た目だから美しいキャラに目を惹かれる節はある。僕がこんな見た目だから。お！これは、あれだよな。え、は、違うよね？あれじゃないよね？ああ、これは多分、あれだな。あの子だな。無惨様だな。多分、多分そうだよね。無惨様だよね。ちょっと、やばいな。原作を読まずに生きてきたから、キャラの名前が、あれだけど、無惨様覚えてたけど、あれは忘れてしまった。玉代様、玉代さんの手下。玉代様の子供を忘れてしまった。お月の人。さあ、みんな目を引くほど美形なのかな？おー。そうだね。まあ、ちょっとキャラの名前は覚えなしながらやっていくんでよろしくお願いします。まあ、ほぼ忘れてないと思うけど。さあ。うん。うわ。これって、擬態してるってこと？俺も言うてジャンプを読んでるだけだからな。なんかそんな読み込んでるってほど読み込んでるわけじゃないから。うん。息子をそういう風に言うもんじゃないぞ。皮膚の病。ああ、鬼だからだよー。ああ。あ、植物図鑑か。来た。来た。ああ、青い彼岸花ね。うん。おう、そうだな。それは、ま、見つからないわな。
安心。まあそうだな、無惨様的にはな。うん。まあ、見てるわけだもんね。うわあ。血を残していいのか？いろんな人に擬態してるんだもんね、無惨様って。怒ってる。まあでもマジで、あそこで炭治郎やらなかったのはマジで失態だよね あの、無惨様的にも。髪飾りの少年だって気づかなかったのかな？あそこでやれてればもう、多分ほぼ勝ちだった可能性はある。ああ、ああ、ああ。こっそりと。おい、意味ないだろ。葵ちゃん。天使。ああ。前向きには生きてるけどね。ああ、だいぶ効いちゃってるんだね。まっすぐだったよね。うん。もらってないだろう。おっ！ははははは！目がいっとる。目がもう。どっか行っちゃったの？ピキピキ出す。忍様を怒らせるな。どうか行っても立ってもいられなくなったわけだ。ああ。
教えてくれたんだ。痛いだろうな。弟。そうだ、千次郎くんだね。うん、知ってたよ。知ってた。知ってましたよ。顔色がやばいな。どどめ色だ。新次郎さん。髪飾り。なんだ？え？まあ、元柱だもんね。柱だっけ？ああああ！わっ！ていうか、禰豆子が。してない、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 してない。始まってる、始まってる。火の呼吸だよね。一番初めに生まれた呼吸。わお！よりいちさん？火の呼吸の劣化なんだ。まあでもあれ、父は？だよね。
うん。ああ、続きだ。最強の石頭。謝罪。そこら辺も曖昧だな。覚えてるようで覚えてねえな。ちょっと時間が空きすぎたな。あれ、炭治郎ってなんだっけ？頼市の一族なんだっけ？違うよな、確か。あ、そうなんだ。強いね。まあでも多分同じような苦しみを味わった人間だからな。お父様も。そうなんだ。そこからずっと叫びたりなんだ。そうね。なんか、本当に前を向いてもらうために、最後に伝えたわけだもんな。はいはいはい。縁柱の書。何？まあ、でもお父様もお父様で辛いんだよな。さて。なんだ？あ、ビリビリだ。そうだった。なんでそんなコンプレックスを抱いてるんだろう。うん。もう、お父様何してんの？お父様鬼も逃がしてたよね。確か。ああ。それでもまだ足りないのか、時間が足りないんだね。やるしかないんや。うん。決意だね。煉獄さんは強かったよ。強い人だった。
芯がしっかりあったもんな。うん。ああ、そういう才能のないっていう人もいるんだろうな。ある程度。ああ、そうなんだ。そうだよね。それでも弟を誇ってくれるっていうのが煉獄さんのすごい優しいところでいいところなんだよな。そう思えるもん。いいね。顔面を陥没させてやろう。シュール。This is シュール。もう顔、前が見えねえにしてやろう。お願いします。礼儀正しいいい子だね、千住郎くんも。あ、ツバか。うん。いやあ。お父様。出て行け。多分まっすぐすぎて眩しかったんだろうね。でもやっぱり恨み事を言ってほしかったんだとは思うよ。こんな父親ですまんと思いたかったから。それでも恨むことをしない煉獄さんが眩しいんだ。ああ。うん。禰豆子が不安だよね。おお出た。これあれか、鋼塚さんか。ぶち切れてる。投げちゃったからな。投げました。あ、登ってる。
あ、ガネスカさん、やばすぎる。ああ。そうなの。よく生きてるな。もうある種修行じゃん。また切れてんの。おお、葵ちゃん。あなたも鬼殺隊になった方がいいんじゃないか。あ、そうなんだ。なだめてくれたんだ。かわいい。あらー。ていてい。落ち着いたのか？感触起こしすぎやろ、この人。いくつだっけ？ 32 だっけ？あ、そうなんだね。あらー、あら、その、あ、っていうね。最後の方を見ちゃうとね、このやりとり尊くてしょうがないんだけど。伊之助との。わーお、大変だな。腕立て100ってマジで地獄だな。うん。おー、4ヶ月も経ったんだ。ガタイやばいよな。まあ、でもそんぐらいじゃないと本当に勝てないからな。うわ。お、刀、新調してもらった。おう。合間合間には鬼倒してたんだ。気持ち悪い。気持ち悪い。うん。おう。鍛錬にもちょっとつ盲信なのはいいですよね。なんか善逸はなよっとしてるのにムキムキなのがちょっとギャップでいいね。玉寺。ホクホクスー。地味に任務はやってたんだね。なんか原作だと割といきなりあれじゃなかった？いきなり遊郭じゃなかった？こういう小ネタも挟みつつやってるんだね。かわいい。なんだここ？あれか？あ、いた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 。ツバはまだしてないな。ここあれじゃないよね。うわお、髪の毛。わうわ、雲。ああ。ネズコとコンビプレイをもう心この段階からやってんの？今回はサービス会だね。ああ、逃げるな、逃げるな、卑怯者！やばい、やばい、やばい、やばい。逃げられたぞ。うわお、うわ、気持ち悪い。鬼を連れた鬼狩りってでもすごいよね。
でもやっぱりでもまだ一瞬で終わるくらいじゃないんだね。煉獄さん割とどんな鬼でも一瞬だったけど。なんだ？死の方。竜竜舞？違う。打ち潮か。竜竜舞？なんだ？生成ルテン？生成ルテンは10か。物音がした。さて、こういう風に動いていって。まだだって天元様出てないもんな。でも大変だよな。この妹を連れた木箱をこうさ、持ち歩きながら、いろいろと旅するの。さて。ああ！そうか、ここでか。ああ、派手派手だ。自分の心に従って生きる。ああ、連れてかれちゃう。ああ、止めた止めた。心のままに。突撃お。すごい状態だな。捕まってるのか、捕まえているのかがわからんな。頭突きの体勢。わお。あ、やばい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 やば。大丈夫か？かっこいいよなぁ。元忍び。派手派手になぁ。聞いてない。かわいい後ろで。そうね。そんめちゃくちゃすぎる。派手に爆発してます。ああ、そういうこと？うん。ええー、投げるな！僕も天元様に落とされたい。ああ、そっか、一応隊員なんだっけ？葵ちゃんは。戦えないんだけどっていう。ぬるい。お、俺たち。
お！おお、かっこよすぎだろ。オゲオゲ。眼光が鋭い。わーお。おお。あら、ケツを叩くな。連れてかれちゃうと思ってるよね。どういう任務なのかわからんからな、この段階だと。でけえな。おっさん。これ結んでるのか、後ろで。わーお。額当て。派手すぎるよな、でもマジで。忍びとは思えない派手さ。遊郭、わーおー。ダキだ。お！エンディング？わお！オープニングっぽいな、これ。おしゃれだね。おお派手派手な音楽だぜ。わーお、いいね。天元様。すげえな！うぅ！天元様かっこいいよね。人気だよね、天元様ね。あら。さあ、無惨様。イノスケが、イノスケ。善逸は助走したままなんだな。わーお、かっこいい。わーもうここが楽しみなんだよ、マジで。このねずこのシーン。おー、映ってるね、ちょっと。オーケー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 。牛太郎も映ってるね。いやーん。わー、落ちた。いいなぁ、おしゃれなぁ、おしゃれでございます。え、あ、そういう感じ？そういう感じで終わる？なるほどね。いやぁ、でも面白いっすねぇ。なるほど、なるほど、なるほど、というような感じで。はい。わお。わーお。あれでもあと5分ぐらいあるんじゃないの？あと5分ぐらいあるね。いいね、いいね、いいね、いいね。いやー、いいんじゃないですか、導入としては。うん、いいと思います。途中途中ね、いろいろと炭治郎が、こんなことしてましたよっていうのを描写されてすごいいいんじゃないかなっていうふうに思うわ。もうこの段階からでも、禰豆子と炭治郎はもう共闘の流れは出来上がってたんだね。っていう感じだな、なんか。改めて見るとあれだなっていう感じはするけど。いや、いいなぁ。煉獄さんいいなぁ。煉獄さんいいよ、本当に。やっぱり。こう見るとやっぱりさ、この、新次郎さんと千次郎くんを見ると、やっぱり煉獄さんのこのまっすぐさっていうのが際立つよね。こうやって事後で語られる人間性というか、なんというかっていうのがまたいいんだよね。うん。煉獄さんは絶対千次郎くんを否定しないし、新次郎さんの生き方も否定しないと思うんだよ。うん。だからさ、恨んで欲しかったんだと思うんだよ、新次郎さんは。自分のことを、こんなダメな父親でっていう風に言って欲しかったけど、いつまでも多分、尊敬してたと思うんだよ。煉獄さんは。だからこそ、なんかその、
なんかギャップに苦しんでいたっていうのはあると思うんだよね。でも、天元様も出てきたからね。いや、いいね。煉獄さんの、ファンの人が、何人天元様に移るのかっていうのもまた楽しみだよね。柱の中だとな、でも僕は蛇が一番好きだけど。やっぱり天元様もいいんだよね。音柱も。すごいいいですよ、本当に。楽しみにしたいな、本当に。何なんだろうね、でも色男って感じがすごいんで、男も憧れる男なんだよね。あの感じは筋肉質でかっこよくてイケメンで、シュッとしててド派手で。多分ね、男性鬼滅の刃ファンに聞いたらさ、誰になりたいって言われたら多分天元様って答える人は多いと思うんだよね。嫁3人いるしな。お？え？対象、なんだっけ？こぼれ話。遊郭編開幕。ていうか、バンダナしてると思ったら、髪を結ってんだな。おう、教えてくれ。へえ、そうなんだ。コンペイトーなんだ。へえ。善逸。甘いもの。ああ、なるほど、なるほどね。戦闘力の話な。めっちゃ強いよ。まあ、そうね。あ、バンダナもしてる上なんだね。すまきにされた。ああ、ボッコボコにされそう。こんだけ身長差あるんだね、でも。ドン引き。え？天元様って身長いくつ？ああ、その反動で派手派手になったのか。こういう、でもなんかこういうお父さん気質なとこもいいよね。オーケー、派手派手に見せてくれ。へえ。オーケー。いいよね。でも本当にこういうお父さん気質なのがまたいいんだよ。おう、潜入。オーケーオーケー。見れるぞ。見れるぞ。素顔が。素顔がっていうか、髪型がね。髪を下ろした姿が見れると。はい、続く。はい、to be continued というような感じかな。オーケーオーケーオーケー。はい、というわけで見終わったわけなんですけど、いや、いいですね。導入としては素晴らしいんじゃないかなというふうに思います。作画も良くてっていう感じで。いやー、いいな。オープニング良かったな。オープニング、牛太郎もちょっと見えて、多分これね、多分牛太郎がチラッとしか映ってなかったけど、牛太郎出てきてから牛太郎がしっかり出てくるよ。しっかり顔が映ると思うから、そこも楽しみにしていきたいですね。そういうちょっと変化とかもあるといいなというふうに思いますのでね。いやー、いいですね。天元様かっこいいな。最後に出てきただけでももう派手派手で、もう完全に全てを乗っ取ってしまいましたね。まあ、煉獄さんの話も良かったけれどもね。いやー、いいな。かっこいいんだよな。本当になんかこうさ、なんかボケツッコミをしっかりしてあげるっていうのがいいよね。なんかやっぱり、富岡さんみたいに、多分ああいう風な流れになっても富岡さんは突っ込まないし、煉獄さんは煉獄さんで、なんだそれはみたいな感じで多分シンプルに受けちゃうと思うけど、なんかしっかり返してあげるっていうのがなんかこう、天元様の優しさみたいな人間性みたいなのが見えてとてもいいなという風に思います。まあでも、あの3人の嫁に囲まれたらでもまあああいうタイプになるか。いやーでもいいなというふうに思います。まあね、本当にね、いろいろとこう描写が増えていてね、良かったですね。確か僕の記憶だと、縁柱のこの話をした後に、帰ってすぐ天元様が来てたような気がするけど、あの後4ヶ月経っていろいろ修行しましたっていうのは結構なんか納得のいく描写にしてんのかなっていうふうに思います。言っちゃったジャンプのさ、理念が友情努力勝利だから、努力の部分をしっかり描写しようっていうふうになったのかな。だから、あれも良かったですね。戦闘描写も増えて。なんか、禰豆子とこの炭治郎のコンビネーションみたいなのもあって良かったなというふうに思います。
いやー、いいですね。素晴らしいな。というふうに思う反面ね、あの、オリジナルのところはね。いやー、でもその、なんか、ねずこの戦闘はできる限りあんまり安売りしてほしくないなっていうのもあったりとかね。なんか、ちょっと複雑な心境原作勢は思ったりとかもしてるけど。ただ、まあ、良かったんじゃないかなというふうに思います。原作勢的にもね、もうこれ以上、新しい活躍は見れないのかなって思ったら、またちょっとした小話でこう、活躍してくれて、すごい嬉しいなというふうに思います。いやー、楽しみだ。オープニングめっちゃ良かったしなー。すごい。本当に、ダキ好きなんすよ。ダキめっちゃ好きなんすよ。いいんだよね、ほんとに。ダキと牛太郎はめちゃめちゃ好きなので、ほんとに楽しみですね。これからどうなっていくのか、戦いがどうなっていくのか、非常に楽しみですね。まあ、次回は潜入っていう頃だからね、まあ、天元様の素顔というか、天元様の髪を下ろした様子とかも見れるし、いやー、いいんじゃないかな。楽しみな要素がいっぱい多いなというふうに思います。ほんとに楽しみだよ。何人が本当に天元様の4人目の嫁を立候補するのかっていうところにね、もう男女共にもうみんな天元様の4人目の椅子を狙ってるからね、本当に。僕も狙っていこうかなというふうに思ってるぐらいだから。はい、まあそんな感じでね、まあいろいろとなんか楽しんでいけたので、まあ本当に既読リアクションっていうのが初めてだから全然なんかうまいこと喋れなかったかもしれないけど、これから慣れていこうと思うので、いろんな原作勢の方はコメントいただけたらなというふうに思います。いやー、いいですね。本当に。なんかキャラの名前が抜けそうになってはいるけれども、なんとなく繋ぎ止めてはいるよ。うん。いやー、いいなー、本当に。なんか、かなおちゃんのさ、この、なんか、天元さんも止めるくだりとかもさ、声つくとまたなんかいいよなっていう風に思うよね。この焦りとか、そういうなんか、早く止めなきゃって言うけど、でも動けないっていう、この葛藤が見れたりとかさ、やっぱり音がつくといいよね。うん、素晴らしいなという風に思います。いやー、マジで楽しみだ。次回の助走も楽しみだしなー。いやー、いいなー。本当に、本当に早く続きが見たいわ。はい、まあ、そんな感じで楽しめたと思いますので、すごい、次回も楽しみにしていこうと思いますし、皆さんで楽しんでいきましょう。はい、というわけで今回はこんな感じで終わろうと思います。なんかコメントあればください。いやー、天元様とかね、いろいろとお待ちしております。原作勢の方のフリーチャットにしていただいても全然構いません。私の推しキャラは、みたいな。そんなんでも構いませんね、本当に。いやー、いいですね。これから先が楽しみだな。本当に、本当に楽しみだな。いや、マジで楽しみだな。いや、いろいろとね、出てきてるから。いや、マジで、なんかもう描写されてる。いろんなことが描写されてきて。本当にね、なんか改めて全てを分かってから見てるから、なんか改めて面白いなっていう雰囲気もありますよね。やっぱり。いや、いいんじゃないかなというふうに思いますので、これからも楽しんでいこうと思います。以上、鬼滅の刃遊郭編第1話でした。バイバイ。